それじゃあ。はい。そうやな。なんて答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使って。そうですね、私おうえ優しくて背が高くてハンサムで髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁなんて。どういうことですか？すまん。真島さん、面白い冗談をおっしゃるんですね。真島さんは白馬の王子様というよりは、王を裏切る悪の大臣とかですかね。何やと？理想を言うだけだったらただですからね。私、中学、高校、大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。ふん。あ、もしかしてやっぱり私接客で見て、この際ですし聞いておこうかなと。私が接客下手なせいでみんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。急にそんな優しくなっちゃって。真島さん、熱でもあるんですか？ん？いや、いつもみたいに罵られると思ってたんで少し驚いただけです。ありがとうございます。明日にでも白馬の王子様が私のことを迎えに。そうやな。なんて感情のこもってない言葉。でも彼氏か、いざ自分が付き合うのを想像してみると、白馬の王子様なんか彼氏にしたらきっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか見当つきませんしね。
いや、真島さんが急に素敵なこと言うからびっくりしたんですよ。どうしちゃったんで、まったく。ちょっとドキッとしちゃいました。はあ、一生の不覚です。ひどいです。せめておばさんにしてくださいよ。おいおい、私そんなに恋愛に飢えてないだけですから。恋愛より大事なものがあるんですよ。ありますよ。佐藤くんに鈴木くん、それに田中くん。なるほど、そうですよね。付き合ったら普通名前で呼びますしね。勉強になります。真島さん、すごい。そうです。お疲れ。